シュートボクシング2014アクト5後楽園ホール大会です。 58.5 キロ契約エキスパートクラス特別ルール、3分3ラウンド延長無制限ラウンドで行われる戦いです。この 58.5 キロ契約エキスパートクラスルールで行われる戦い、山田小太郎今日復帰戦です。山田小太郎に対するは牧ジム愛知所属の和人、 J ネットワークフェザー級王者、防衛2回成功、そして MA 日本フェザー級元王者でもあります。この戦い、地方のトップ選手と日本のトップ選手のレベルの差を見せつけたいと話しました今日復帰戦の山田小太郎です。山田小太郎は現在シュートボクシング日本フェザー級王者、弟の小矢田もフェザー級戦線に乗り出してきています。今日の大会から弟小矢田はフェザー級での戦いを始めます。ただ今そのフェザー級の頂点に君臨しているのは山田小太郎、山田ツインズの兄です。さあ第1ラウンドが始まりました。早くローキックを放ったのはカズトです。さて中村さん、はい、山田小太郎がですね、左手の指ですね、人差し指と中指を負傷しまして、はい、それで前回流星とのノックアウトの流星との戦いがあったんですけれども、それを欠場しまして、試合がキャンセルになりまして今日復帰戦です。右のストレート、まあ、本人としてもねすごくビッグマッチだったので、痛い気持ちもあって、なんかギリギリまで出ようとしたって聞いたんですけど、さすがにもグローブをちょっとつけられるような状況じゃないっていうことだったんで、もう本当に悔しい思いをした、それをねこの復帰戦でやっぱ出したいところだと思うので、あとはねこう前日会見でも言ったんですけど、ボディ試合順がやっぱこう、ね、小矢田さんの前っていうところが、そうですね、やっぱこう一つのモチベーションになってると思うので、それを試合でぶつけてほしいですね。低下数を攻めていこうという山田小太郎です。右のストレート、レイナ選手、気迫がみなぎってますね。そうですね、なんか今日リラージはすごいショートですね、すごい上手い、まとめていきます。ロープを背負わせる、おー左のフックダウンを取れました。山田小太郎ここで終わった。1ラウンド KO 決着、元日本フェザー級 MA の王者、 MA 日本フェザー級王者を破りました山田小太郎。44戦、今日45戦目だったキャリアを誇ります和人を相手に1ラウンド KO 撃破、山田小太郎。これレイナ選手、100点満点の復帰戦じゃないですか。そうですね、いやもっと硬くなるのかなとか思ったりしたんですけど、すごいコンパクトに打ってて、そうですね、すごい強くなって戻ってきたなと思いますね、はい。そして昨日の会見ではですね、中村さん、今までリスクがあって使えなかった小太郎のデストロイドモードを初めて見せたいと、そうですね、いう話をしてましたよね。まあでもこのパンチのシャープな連打がデストロイモードの一つなんじゃないですかね。そうですね、なんか攻撃力とか一発がある印象あったんですけど、このまとめるとか、こうシャープ連打が効くとかシャープなところとか、まあ、なんか今までにこうなんかあんまり見るとは素晴らしい、そうですね、芸術的な KO です。本当にこうただの復帰戦じゃなくて、強くなって帰ってきたっていうのが伝わる復帰戦だったと思います、特にレイナ選手、小矢田よりも派手な勝ち方で勝ちたいというふうに話をしてましたのでこの2人の戦いもありますからね、そうですね、いやちょっと小矢田も火がついたんじゃないですか、まあ、知らんのかよって思ってますよね、バックヤードではかなり刺激を受けたはずです。さあそれでは山田小太郎です。皆さんこんにちは、シュートボクシング日本フェザー級王者山田小太郎です。本日は3連休の半ばにもかかわらず、たくさんのご来場、そして U-NEXT で配信を見てくださっている皆さん、本当ありがとうございます。
自分ちょっと、6月かノックアウトに試合決まってたんですけど、自分の怪我によって、欠場になってしまい、たくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしました。すいませんでした。そして、本日結構急なオファーだったにもかかわらず、シュートボクシングのリングに上がってくださった和人選手、本当ありがとうございます。すごい男気があってすごいかっこいいです。ありがとうございます。自分はちょっと、怪我とかあって遠回りしちゃったんですけど、再び日本フェザー級最強に向けてまた一緒に、一緒にじゃない、戦っていきますので、一緒に皆さんついてきてくれたら嬉しいです。ただいまこの後、小矢田がなんで俺より後ろなのか、ちょっとそこ気に入って気に食わないんですけど、ただ、僕がこうやって温めた会場をさらに熱々にしてくれると思うんで、小矢田の応援もしてくれたら嬉しいです。そしてその後、シーザージムの先輩のひろきくん、そしてメインでカイトさんと、グローリー初代王者ダビッド・キリア選手、こんなの最後まで見るしかないっしょ。どうぞ一緒に楽しんでいきましょう。本日は あと12月26日シュートボクシング大きいイベントグランドゼロがあるんですけど、ちょっと山田小太郎出ないと盛り上がらないと思うんで、ぜひオファー待ってます。はい、クリスマスも予定ないんで本日はありがとうございました。それではまた次の試合でお会いしましょう。またな。ありがとうございました。じゃあレーナ選手、はい、パンチの回転力も速かったんですけれども、はい、頭の回転力もですね、猛スピードでそうですね、昔から本当に山田兄弟はマイクうまかったんで、はいはい、ただちょっと喋りすぎですねそうですか全然いいんですけどね、はい、かわいいです。まあ、中村さん、グランドゼロで誰と対戦するかというところ、はい、気になるところですけどね。そうですね、今日の試合を見てまたさらに、12月の試合、やっぱりビッグマッチなので、ビッグマッチにふさわしい相手がおそらく用意されると思うんですけど、そういったところでは、あとフェザー級がね、この階級自体もすごく盛り上がっているので、そういった意味ではこのチャンピオンとしての、本当インパクトある試合を見せてくれたと思いますね。果たして年末の登場、そしてまた対戦相手は誰になるのか、今後の山田小太郎の戦いにご注目ください。これで6連勝になりました山田小太郎です。